ょっと腹が減ってきたんで、なんか買い出しに行きましょうか。まだ5時前だというのに、もうすっかり暗いです。秋というかもう冬が近づいておりますね。さて、さっきスーパーで買ってきたものなんですが、パンですね。108円の5割引き半額セール、まあ時間的にそんなもんです。もう一つがですね、これですね。これ加熱しなければ食べられません。なので今日はこれがあります。ここの海岸は海水浴シーズンでなければ火が使えるんで、せっかくなんで持ってきました。ちょっとやってみましょう。Sビットっていう、まあ、キャンプ用のストーブですね。まあ、これ Sビットの中国製のコピー品なんで、まあ、偽ビットとか呼ばれてますけど、まあ、本物の Sビットもプレスの鉄を打ち抜いただけのものなんで大した変わりはないです。ただ中国製なんでバリがひどいんで、使う前にはバリ取りは必死です。風よけが必須というので、厚手のアルミホイルで風よけを作ってあります。こんなぐらいですね。燃料、これセリアで売ってるやつで、ダイソーと違ってすすが出ないっていうので、これを選んできました。これはなんかフィルムを剥がさずにこのまま火をつけていいっていう話ですね。個人的にはなんか嫌なんですけどね、そのまあしょうがない、説明書通りにやりましょう最初は。でさっきのこれですね、なんか具を取り出してスープを先に入れろってありますけど、スープ、あ、まあ下に入ってからつまみ出せばなんとかなりますね。これぶっかけてから火にかけろっていうことですね。じゃあちょっとまあやってほしい。私も今日初めてSビットとコケネン使うんで、どうなるんだかね、ちょっとワクワクと不安が入り混じった感じです。じゃあまず火つけてみましょう。つくかな。あと簡単につきましたね。でこれを乗せるだけですね。ただ待ってるっていうのもアホ臭いんで、これをやりながら待ちましょう。あんまり飲みすぎないように、まあ1本くらいなら大丈夫でしょう。グラス忘れちゃったんでラッパでやるしかないですね。あんまりラッパでやるの好きじゃないんですけど、ワインはまあしょうがないです。うん、でワインってこれ一度開けた後振るとデキャンタの代わりになって味が柔らかくなると言いますからね。違いましょう。これでドンキホーテ2級パンのワインも結構マイルドになるっていう話です。じゃあ乾杯。ちょっと丸くなりすぎましたかね。まあいいでしょう。結構時間かかりますね。熱気はある、消えちゃいないはずなんですよね。あ、ついてますね。大丈夫ですね。話によるとコケネン1個でメスティン使えば飯が炊けるっていうぐらいの火力があるんで、まあ大丈夫だと思うんですが、ちょっと待ってみましょう。もう少し。夕暮れの江の島を見ながらのんびり一杯やるのもおつなもんです。まだ日中は暑いんでなんですけど、もうちょっと季節が進めば日向ぼっこしながらこういうこともできるんですがね。ただこう風が強いとちょっとこのSビット風に弱いんで使いづらいっていうのはありますけどね。またその時やってみましょうかね。ぼちぼち煮えてきたようですね。もう少しですかね。もう少し。
エスビットこれてかコケネン大丈夫ですかね。まだなんとかなりそうですね。コケネン1個使っちゃいますかね。こりゃもう良さそうなんで食べてみましょうか。いただきます。いい感じです。このコケネンとエスビットだと若干弱火なんで、それが煮物にはいい感じになってますね。時間かかるのがなんですけど、もういい感じです。これはいけます。さっきの海鮮うどん完食しちゃいました。でもちょっとなんか食い足りない気がしますんで、さっきのパン、あれもこれに合わせるために買ったようなもんで、レトルトですけど、これ直接今の鍋に開けて温めて食おうと思います。直接開けて煮込んでます。なんか火の回りが早いですね。これはすぐに食えそうです。もう早い早い、すぐに温まる感じですね。かき混ぜるとそうでもないか。もう混ぜながら温めるのが良さそうです。いやもうすっかり夜ですね。本当に日の落ちるの早いっす。もうこれいい感じに温まってきましたね。これぐらいでいいでしょう。あんまりグツグツすぎるのも良くないし、これがでも食っちゃいましょう。もうほとんど真っ暗ですね。なんとかあの江ノ島水族館の光でかろうじてまあ映ってるってとこですね。やっぱり白ワインって万能ですね。何にでも合います。とりあえずさっきのビーフシチュー、まあレトルトにしちゃまあまあ、100円ショップのもんですからね、そんなに期待はしてませんが、100円ショップでビーフシチューっていうのも本当に手に入るっていうのはありがたいです。でさっきのパン、まあこんだけ食えばね、これ全部食っちゃえばかなり腹いっぱいになるんでもう大丈夫でしょう。いかがだったでしょうか。今回はいろいろやっててんこ盛りみたいな感じになりましたけど、まあ、思いついたことはやってしまえ、まあ人間いつ死ぬか分かんないですからね、やってしまった方がいいです。ワインだいぶ飲んじゃいましたね。ほとんど一瓶です。うまいっすね。まあこれからもこういうことがあるかもしれません。またそれも期待してぜひご覧になってください。本当ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今日はここで終わりにいたします。ノンダックレイでした。